こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日お楽しみ方、おめでとうございます。はい。何やったっけ？今日も課金サーバー化縛りまでやっていきたいと思います。はい。こちらご覧になっていただいたらお分かりになるかと思いますが、はい。前回の動画はね、あとご覧になってくださった方もお分かりかと思いますが、前回でね、千受賞後チャレンジ、ミリムナーバでクリアできまして、結構特殊な立ち回りだったのかもしれないんですけど、なんとかクリアできまして、はい。指延長を捨てて、自力でもう3色だったら決めれるだろうみたいな、結構爆死だったんですけど、なんとかクリアできまして、はい。また、新しい称号も継続中というね、最近ね、ちょっとガンホーさんね、ちょっと環境に適したキャラを、随時、ガチャで出してくださるので、そこはね、ちょっと本当に感謝して、プレイスタイルちょっとカバーしていただいてる、ね、そんな感じなんですけど、まあ、なんとか取れました。ありがとうございました。はい。今日はですね、金曜日ということで、撮影日時点、動画アップも金曜日の予定なんですが、魔法石7個、電撃文庫コラボガチャ、魔法石をログインスタンプで31個配布があったのかな。で、ちょっと5回ほど引けるので、はい、ちょっと引いていきたいと思うんですけど、ちょっとね、その前にね、ちょっとご紹介してさせていただきたいものがございまして、私ちょっとね、今日、あれですかね、ちょっとヘアスタイルというか、ちょっと、気持ち、ちょっと気合い入れたつもりなんですけど、こちらのね、EXGEE さんというね、ブランドからね、ブランドさんから、特別にね、ヘアワックスセットの3点セットをね、こちらワックス2種類と、あと、ごめんなさい、こちらになっちゃった。はい。ヘアスプレーをいただきまして、そちらちょっと少しだけご紹介させていただきたいなと思います。はい。EXGEE さんというのはね、ウェブ専のクリエイターさんの、エスポアルドライブさんの、本当登録者さんとかね、僕の気にならない、143万人といらっしゃる、方々が、プロデュースされたヘアブランドの EXGEE というね、ブランドがございまして、こちら1番、番号が振ってあるんですけど、1番がソフトケアワックスでございまして、ソフトは、ちょっと本当にソフト、語彙力よ。髪がね、結構柔らかめであったりとか、短めの方とかに結構おすすめ。そんなにがっちり、セットしないよっていう方におすすめかな。はい。2番のこちらが、ハードワックスって言うんですけど、まあ、ハード、結構もうガチッと、セットしたい。もう、本当にもう、こんな感じで、ちょっとここを立たせたいとかみたいな感じの方とかは、そのハードワックス、はい、これはおすすめかなと思いますけど、それと、別にソフトでも、部分的にちょっと固めたいなっていう方でやれましたら、スプレーもついてますんで、はい、3番っていうこのマークがあるんですけど、ヘアスプレーで、ここだけ、例えば前髪だけ絶対キープしたいなっていう方だったら、この前髪にこう、シュッて、こんな感じでシュッとかけてあげると、はい、程よく仕上がるので、はい、ぜひぜひゲットしてみてください。ソフトワックスがね、税込みで1650円で、ハードワックスが税込みで1550、1650円、ヘアケアスプレー、スタイリングスプレーが1600、めちゃめちゃ見てるの分かりますね1760円でとなっております。はい。香りとしましたね、ちょっとワックスって結構ね、最近のはね、本当にいろいろ進化して、あまり気にならない爽やかな匂いのも多いんですけど、こちらもね、すべてホワイトムスクっていうね、ほんと爽やかな香りでして、洗い流す時も、ほんと僕はね、結構ガチガチハードワックスって、洗う時に大変なイメージとか、ありな方もいらっしゃると思うんですけど、本当にね、洗い流した後も、はい、なんかワックスを使用した、ガチガチにセットした感の、なんでしょう、まだ残せてない感みたいな、ほんま語彙力、はい、がなくて、本当に良くて、あと、シャンプーとトリートメントも、ございますので、そちら、ぜひぜひ気になった方、ぜひ検索してみていただけて、ご購入検討していただけると幸いでございます。X ではね、僕の X アカウントの方ではね、先に、写真付きで全て、ご紹介させていただいたんですけど、YouTube の方でも改めてご紹介させていただきました。はい。本当にね、人気サロンのアクオスさんっていうね、方が、アクオスさんと監修されたものなので、はい、ぜひぜひ皆さんもこの夏、はい、UV カット紫外線予防にもね対応しておりますんで、はい、ぜひぜひこの夏ねおしゃれに髪の毛セットして、はい、どっか出かけてね夏休みのお出かけとか、はい、旅行とか、はい、お供にぜひぜひヘアケアセットEXGEEさんご購入検討してみてくださいませ。はい、それが本題というか、はい、僕のチャンネルメインですね、こちら、はい、電撃文庫コラボガチャ、バチバチにガチャ引いていきます。購入履歴無料配布35個となっております。これを全部使うかちょっとわかんないんですけど、ちょっと欲しいキャラがいまして、僕、前からお伝えしておりました、柴達也さん、冬木さん、ちょっと僕ね、ごめんなさい、ほんま感じ弱くて僕、はい。が、セルティ・ストゥルルソン、あとはアクセラレーターね、僕ね、その動画にちょっとボツになっちゃって、全然取れ高ない時に一緒にガチャ引いちゃった時に、アクセラレーター1体だけ持ってるんですよね。で、そこの3体かな。あと、ミコともうちょっと、三坂ミコとさんか、ちょっと欲しいのと、あと、龍ヶ峰さんがちょっと欲しいかなという感じですね。はい、結構、龍ヶ峰さんはワンチャンあるんちゃうかなと思ってるんですけどね。あと、セルティスルルソンかアクセラレーターでもいいですけどね、本当に。それではね、バチバチにいきましょうか。僕は行きます。はい。ガチャは1回ずつたしなみたい派でございます。さあ。どなたが出るかな。おー。結構ね、僕もね、もうこの方、一条正樹さんですかね。やってますかね。はい。まあいいかな。俺たちの勝利は揺るぎはしない。さあ、このガチャの勝利は揺るぎはしないとおっしゃっていただいているので、はい。2回目いきましょうか。はい。芝居に丸、全力でスタミナ使い切ったんで、もう95しかない。まだ動画視聴回復は2個あるんですよね。お茶のも、ほんま、残りた。ちょっと待って、僕お茶飲んだ時なんかサイリア出る確率多いんで、皆さんぜひ真似してください。パンパンパンってなってる間にお茶飲んだらなんかサイリア出ますわ、最近。いや、これはねちょっとどうかな。これはね非回復を15個ずつ生成。これいいっすね。これミニムにいいんかな。2の2コンボ以上でダメージは 78% 減って、攻撃力が30から2コンボ以上で200万の密属性の回復が2倍。サブでワンチャンありかも、これ。いやー、最近非属性熱いっすね。僕、ジャスティスといい、ミニムに闇属性、ごめんなさい。勘違いしました。はい。では、3回目。勝利は揺るぎはないって言ってありましたからね。はい。お茶のもんか。実はね、今ちょっとね、少しだけね、慣れへんこと、ダメだった。慣れへんことしてね、ちょっともう緊張してるんですよ。喉パサパサなんですよ、口の中。ジャッジメントですの。はい。ジャッジメントチェーンですね。はい。よし。じゃあ、あと2回ですね。それでは、レッツゴー！さあ、千住になった柴犬丸の最初のガチャ。もう千住じゃなくなるのか。うわー、ちょっとサイリア全然出ないですね。なんか、極端なとこのサイリア出ますね。後悔させてあげますから。はい。この最後のガチャ、そんな後悔なんてしません。それだね。おそらくこれがこの柴犬丸、今回の電撃文庫コラボガチャ第2弾の最後のガチャとなると思います。でもクエストやってないのか。クエストどうしようかな。次、ジュンブライドもおそらくあるでしょうし、はい。またその時にクエストはクリアしようかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。今回はこれが最後の電撃バチバチ文庫コラボガチャになっておりますので、最後はこの方、白井黒子さんでございました、はい、別作品を出すのです。決して比較してるわけでございませんが、私、黒子のバスケ、はい、ずっと読んでました。はい。それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。はい、一条さんとシャナの二人組と、あとはちょっと名前がちょっと思い出せないんですけど、ジャッジメントですの方ですね。はい。こんな感じで終わりましたね。ちょっと交換帳も見てみましょうか。はい、最後なんで。はい。上条東馬さん、インデックスは、全部出さないと無理ゲーなので無理ゲーですね。無理ゲーなので無理ゲーっていう時点でもう語彙力がないんですよね、僕に。はい。で、こちらの、柴達也さん、1、2、3、いけんことは、どうなんかな。でも、これやったら、アクセラレーターやったら全然余裕できるんちゃう？いけますね。その、1体残しずつでも、1、2、3、4。何かフェス弦を、あれですね、たらいけるんじゃないかな。武器になってるやつもいるんでね、ほんまに。個人的には、まあ、ここね、このペアの方が、まあ、僕的にこっちの方が嬉しかったんですけど、闇水。これから結構、闇火ね、ミリムが出てるということで、こちらで、そっか、光るわろうか。まあ、満足かな。結構満足の結果でした。はい、今回の電気分コラボガチャも、はい。まあ、主に戦場のことしか考えてなかったんですけど、はい。楽しませていただきました。はい。今回はこれにてお開きにさせていただきたいと思います。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。はい。ぜひですね、ヘアケアブランド、EXGEE さんの、ご購入検討や、はい、動画の感想、あとは、もちろん、評価、いいですね、質問もよろしくお願いいたします。はい。それではね、今回のお相手は私、ゆうでございました。それじゃあ、